情報工学工房の量子プログラミングのガイダンスの説明をします。担当します、岡本芳生です。よろしくお願いします。このテーマでは、希望人数は5名程度、まあ、若干名といたします。で、必要な技能の要求レベルは割と高めになります。一つは、まず自分の使える PC に Python と Qiskit をインストールできること。で、二つ目は、プログラミングの経験があること。まあ、経験の目安は24時間ぐらいとします。まあ、例えば、2年生の人だったら、まあ、1年生のプログラミングの授業を受けていれば、まあ、この経験はあることになると思います。で、3つ目ですけども、組み合わせ回路と線形代数の処方を学んでいる、またはそれと同等の能力を持つことです。まあ、一類の人だったらですね、論理回路学かな、論理設計学かな、まあ、その授業を取っていれば、まあ、組み合わせ回路の、処方を学んでいるということになりますし、1年生の線形代数学第1を、まあ、学んでいれば、まあ、第2も学んでいてほしいと思うんですけども、まあ、それぐらい学んでいれば、線形代数の処方があるというふうに思っている形になります。はい。で、4番目、英語文献を読むことが苦ではないことになります。で、実施時間帯なんですけども、まあ、スラック中心で、まあ、オンラインというか、オンデマンドというか、それが中心になるんですけども、まあ、それだけでなくて、まあ、2、3週に1度金曜5限の時間に集まって、あるいはまあ、ズームで集まって、あるいは対面で集まって、授業を行うというか、活動するということもあります。ので、まあ、金曜5限は空いていてほしいという形になります。はい。で、このテーマの概要ですけども、まあ、さっきほど言ったキスキットというのがあるんですけども、このキスキットというフレームワークを用いて量子プログラミングを学びます。全学期ではテキストで基礎を学びます。後学期ではキスキットを用いて何らかのアプリケーションを開発するか、最先端のアルゴリズムを実装することを目指しますというようなテーマになります。で、キスキットって何なのかというと、これはですね、IBM が提供している量子プログラミングフレームワークになります。右のような図で、まあ、できるというような形になります。で、まあ、特徴なんですけども、まあ、一部を言うと、まず Python で動作します。はい。で、本物の量子コンピューターで動作させることができます。はい。で、量子回路モデルに沿っています。実は、量子プログラミングとか、その量子計算機とかって呼ばれるものは、いろんなハードウェアで、実現されるものであったり、実現されうるものであるんですけども、その中でも、まあ、抽象的なモデルとして、量子回路モデルっていうのを採用していて、その上に書いてある本物の量子コンピューターっていうのを、まあ、それに沿って実現されているというような形になっています。はい。で、なぜ量子プログラミングをちょっとここで、勉強したいのかというか、まあ、テーマに挙げているのかというと、まあ、現代のですね、高性能計算っていうのは、大体その CPU って皆さんが、持っている、普通のパソコンとかですね、そういうものに、備わっているものに、加えて、GPU ってグラフィック処理装置、これも皆さんが使っている、パソコンとかにも備わっているかもしれませんけれども、それはグラフィック処理装置と呼ばれるもので、それはその図を書いたりですね、そういうことを、得意とする、部分があるんですけども、それをですね、頑張って使って、いろんな、グラフィック処理以外のことをさせようということを、まあ、今頑張ってやったりすることが主流になっています。まあ、そのジェネラルパーパス GPU とかっていうふうに言ったりすることもあるんですけども、まあ、そういうような使い方をして、大きな計算を行うということをやったりするわけです。で、これがですね、未来にはですね、この GPU だけではなくてですね、QPU、量子処理装置というのがですね、あって、まあ、それをその CPU 側から呼び出して使うという形で、未来の高性能計算が行われるのではないかということを、IBM は提唱していたりしています。で、まあ、そうするとですね、そのようなことをうまく使うためには、その量子プログラミングという技術、あるいはその技能というのはですね、必要になってくるということなので、まあ、それを先取りして学習しましょうということをやってみたいということになります。はい。で、実際にその IBM クォンタム、コンピューター、コンポーザーですね、というのがありまして、まあ、これはIBM のクラウド型量子コンピューター上で実行できるような形で、こういうような、なんていうんですかね、ユーザーインターフェースを使って、プログラムをするということもできます。し、先ほど言ったように、Python で、プログラムするというようなこともできるというような形になっています。はい。でですね、この、授業、テーマの目標としては、まずその全学期で、Qiskit で量子プログラミングの基礎を身につけるということになります。Qiskit っていうのを使うことが本質的かどうかってことは、
まあ、おそらく本質的ではないんですけども、まあ、実際に動くものを作ろうと思うと、まあ、何らかのフレームワークを使ってやる必要があるので、この授業ではキスキットを使いましょうという形になります。で、もう一ついいところですね、そのキスキットについては、いろんな、チュートリアルとかですね、教材が、ありますので、それに沿って、キスを身につけることができるというふうに期待しています。で、まあ、それを終えた後、後学期では、それぞれですね、量子プログラミングで役立つものを作ると。ということで、まあ、ここからはですね、一人一人が、興味に沿って、どういうものを作りたいのかということを、まあ、考えてやってもらえばいいかなというふうに思っています。まあ、例題としてここに挙げているものは、まあ、量子機械学習とか、量子金融工学とか、量子暗号と書いてありますけども、まあ、別に、ここに書かれているものに沿う必要はないので、自分で作りたいものを作ってみてほしいなというふうに思います。はい。登録時の注意なんですけども、必要義務を有意していることを必ず、アピール欄というのがあると思うので、そちらに記載してください。ここに書いてあるように、インストールできることとか、プログラミングの経験があることとか、国や世界語と線形代数の処方を学んでいるとか、それと同等能力を持っているということとか、英語文章を読むのが苦ではないこと。これを、ちゃんと、有しているんだということを、書いてください。場合によっては、ズームですね。で、技能を、ちゃんと持っているということを確認することがあるかもしれませんので、よろしくお願いします。はい。これで量子プログラミングというテーマの説明を終わりにします。ありがとうございました。